早速1曲目いきたいなと思うんですけども、もうこれ何のやってるかわかるかな。今日は何の日でしょうか。ホワイトデー。違います。今日何の日でしょうか。ディストル3周年。違います。今日は何の日でしょうか。ディストル3周年。やばい、みんなの顔曇ってきた。北陸新幹線。おー、すごい。さすが。なんのさすがだろう。ということで、電車の歌ということでこの曲をお届けしようと思います。先ほど素敵な歌声を披露したともちゃんの君色特急をお届けしたいと思います。よかったら一緒に元気な手拍子お願いします。Thank you.
ということで、改めましてワルテと言います。日本連れてみてよって方もよかったらぜひぜひ最後まで楽しんでいってください。バイオリンとコントラバスの2人組で活動しております。私たちは結構神岡を中心だったりとか活動してるんですけども、1個だけライブのお知らせをさせてほしいなと思います。毎月ではない、2ヶ月に1回やってます。私たちゆるりクラシックという、ちっちゃなワンマンライブがあるんですけど、30席限定になってて残り、5席になりました。もしよかったら遊びにいらしてください。普段やってるオリジナル曲だったり、クラシックってつくぐらいなのでクラシックの曲をね、一緒に勉強しながら演奏したり、そこの部屋がグランドピアノが置いてあるので、結構自由にね、好き放題使ってたりするので、普段見れないバロテ の演奏だったりは楽しんでもらえるかななんて思っています。ゲームコーナーとかも用意しているので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。日にちが5月の5日子供の日祝日ですね、はい、夜7時から、神岡にありますひまわりの里音楽ルームでありますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。ということで、次にお届けする曲は、一番新しい CD「オーソーブバロテ」「バロテの誓い」というタイトルに付いたアルバムから1曲お届けしたいと思います。すごくなんかこうスピード感とか、ね、新幹線のようにスピード感にあふれた曲だなと思います。よかったらなんか一緒に演奏をしていただけたら嬉しいなと思います。では聴いてください。チンチン
とうございました。新曲チェンジングオソブバルテからお届けいたしました。ということで、あ、おはようございます、いらっしゃいます、バルテと言います。バイオリンとコントラバスのポップクラシックユニットをやっております。このフェスカフェも月に一度やってて、そうですね、その機会にこちらに現れるんですけども、ぜひぜひ覚えていただけたらと思います。チラシもお配りしてますので、ぜひぜひブログも書いてます、見てください。そして今日はね、みんなでやってることがあるんですけど、はい、9月11日登録の紹介をしまして、私たちディストルでも聞いたことがないかと思いまして、チャリティーイベントをやっておりました。今日そのチャリティーグッズを販売してたんですけれども、クリアファイル売り切れました。ありがとうございました。横浜の子どもたち YMCA というところの子どもたちみんなで2、3がを作ってですね、東北の子どもたちに届けていこうという企画をやっております。それで、つながっているという思いを届けていきたいと思いますので、その様子もまたブログとかでアップしていきたいと思いますので、ぜひ見てください。あと、ありがとうございます。このディストルフェスカフェというイベントを月に1回やらせていただいているんですけども、そのフェスカフェ限定のグッズというのをいつも作っております。フェスカフェビデオボリューム5ということで、4組みんなでですね、番組みたいなことをやってるビデオがあるんですけども、今回はちょっと私が拙いながら今回の司会をやらせていただいておりますので、よかったら温かい目で見ていただけたらと、ちょっとね、見るともしかしたら健康になるかもしれないよっていうことで嬉しいですね。でビデオは販売したんでしょうか。フェスカフェビデオは誰もね、聞いてくれないからね。はい、でももう残り少なかったと思うよ。ほら、売り切れてますか。あ、私たちの情報が遅すぎた。あ、売り切れ、ありがとうございます。こちらもありがとうございます。来月からまた違うグッズを見せておりますので、また来月も見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは、このステージ最後の曲をお届けいたします。思い出になる曲です。Thank you.
思い出のある前にお届けしました。ということで、新たなステージ、これにて終了になります。ありがとうございます。最後までそのままお待ちください。ありがとうございました。よかったです。